北垣国道から1916年1月16日は、幕末期の死史、明治時代の官僚、政治家、幼名は捨蔵、通称は慎太郎、号は聖夜、高知県令、徳島県令、京都府知事、北海道庁長官、貴族院議員、数密顧問官を歴任した、異界勲章等北垣国道像。 京都市左京区省五位の琵琶湖疎水のほとり北垣が京都府知事に着任した頃の京都の町は東京テントなどにより東京や大阪などへの人口流出、産業衰退により都市としての活力が失われつつあった。北垣は京都の官業政策として琵琶湖から京都までの疎水建設によって、灌擦、上水道、水運、水車の動力を目的とした。 琵琶湖疎水を計画した。疎水の設計は、工部大学校を卒業した京都府議士の田辺、北郎が進め、4年8ヶ月の大工事で完成させた。後期途中で、視察のためアメリカ合衆国を訪れた田辺は、当初の計画になかった水力発電を取り入れ、日本初の営業用水力発電所となる、ケアゲ発電所を建設し、1895年には、京都、 伏見間で日本初となる路面電車の営業運転が始まることとなった。琵琶湖疎水建設は国や京都府の財政支出のみならず、被災や寄付金などのほか、市民に対しての目的税をも財源とし、府民と一体となって取り組んだ。さらに、京都商工会議所などの創設などに尽力し、近代産業都市としての京都建設に大いに貢献した。 田辺と二人三脚で挑んだ琵琶湖疎水工事の物語が大阪書籍の小学校社会科教科書に掲載されていた。現在の京都の政財界において歴代京都府知事の中で北垣を高く評価する人々が多い。当時大阪市にあった第三高等中学校が京都市内の吉田山に移ったが、その際の新しい校舎の開校式に京都府知事として出席した。 この学校は1894年に第三高等学校と改称した。第三高等学校は現在の京都大学。大日本帝国剣道系制定時の写真。前列左から5人目北垣国道前任の京都府、知事、牧村正直は不礼をもって剣術を禁止したが、北垣は知事に就任するや沢原議長に体育場と称する大道場を設立して、 剣術を奨励した。1895年、京都に第二本部特会が設立され、北垣は第二本部特会の役員を務めた。高野佑ロ郎は、北垣国道の剣術について、北垣男尺は山岡流であるが、実に柔らかでした。あれが、本当の山岡流です。一般の御地の下のが、山岡流とは言えませんと称えている。妻の種は、四尺。 川田春夫の養子母。長男の核は、同志社営学校から、慶応中学に転校し、京都市立工芸美術学校を出て、日本画家となり、北垣聖書と号す。大礼主典議会も務めた。その長男の北垣新一も聖林と合した画家。次男の守るは、京都府京都商業学校卒業後、この F 票第一連隊第五中隊に入隊、除隊後、 見習い士官教育訓練を受けたが、小樽銀行の公員となり、農商務省在外研修員として外遊後、陸軍副隊長として日露戦争に出陣した後、33歳でロンドンに留学して語学学校に通い、父親の没後、1917年に目黒に児童教養研究所を設立。その妻島は北海道銀行頭取、添田室の長女。 三男の朝日は1905年にアナポリスの海軍兵学校に入学、海軍軍人から漁業,業会社社長となり、四男の元は札幌農学校で学び一時、守ルの研究所を手伝った。長女は田辺北郎に嫁ぎ、三女は下村光太郎に嫁いだ。ありがとうございます。